あ、お疲れ様でーす。お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。ホスティービーです。あざす。ここが噂のかの有名な300坪の箱。平井大和アクアグループ、アクアサッポ、300坪を誇る世界一の大箱へと拡大移転を果たしたホストクラブ、アクアサッポで支配人を務める。次期代表は大和さん。ヤマトになったらいいなって思ってはいるっすね。次期代表候補として全身全霊を尽くすキラヤマトに密着した。営業されて今どんぐらい経つの？営業されて半月ぐらいかな。世界一の大箱で描く未来。この店の代表は自分が欲しかったものなんで、もらえるために頑張ってますけど、いいことだと思いますよ。本当にこんな大箱で代表やりたいって人間なかなかいないですからね。僕だったらやらないですしね、たまたま回ってきちゃっただけで。想像がつかないね、想像ができないな。僕も、この箱で働きたいなっていう気持ちはあるんですけど、別の新店の代表になることが決まったんで、長く働けないのは残念ですけど、こういう箱を一度だけでも拝めて働けるっていうのは幸せだなっていうふうに思います。お客様の反応とかってどうですか？広いって言ってますね。内装のコンセプトとかなんかあるんですか？コンセプト？内装、これはでもアクアの本店と同じ感じらしいですね。ルイをパパパパって、多分そうだと思います。あ、ちょうど前回のあれ密着かなんかで、俺絶対ここで歌うみたいなこと言ってたんですけど、絶対ステージ上がっちゃうよな俺。山さんは絶対に上がるはずか。絶対に上がる。酔っ払って僕もここで4人ぐらいで歌ったんですけど、緊張して歌えなかったから、多分どんだけ寄ってても一人で立てないかな、ここは。場所的にみんなこっち見てるから、めっちゃ緊張して無理だった。この部屋の中で、ヤマトさんのお気に入りの卓とかあるんですか？お気に入りの卓はないかな。基本、かぶりが見えない卓にするんですけど。かぶりがすぐ見えそうですよ。不安。不安っすよ。結構かぶりのお客さんとかやっぱり 気になさります？気にする方が多い。昨日とか6択かぶったんで、もう無理なんですよね。今までは2フロアだったから、9階10階だったからなんとかなったんですけど、こう1フロアなんで6択かぶったらもう絶対見えちゃうんで、怒ってましたね昨日女の子。6択ってすごいですね。いや、たまたまね。で、VIP が3つあるんですよね。VIP まで案内します。一つ目がこのラブホみたいなピンクっす。みんなエッチしてるでしょうね、ここで。僕は VIP 一回も入ったことないから分かんないですけど、完全にこうしたけど、ここも背高い人ジャンプしたら見える。そういうことって、なんかそのエアコンがつけられないから全部閉じちゃうと、もうムシムシになっちゃうから、エッチしてたらムシムシも何でもいいですけどね。ここがもう一個の VIP です。結構違いますね。結構違います。ここはなんかおしゃれなあれです。やり部屋みたいな。あ、はい、やり部屋では、やり部屋です。一緒に、こんな感じ。ここは完全個室になってるみたいな、こっちにエアコンがあるから。ちなみにこの今されてる講習っていうのは何の講習？ヘルプ？ヘルプ上手い人が、うちの銀河官房補佐がやってます。アクア札幌のヘルプがなぜ上手いかを教えてるんだらしいです。トイレが2つあるんですよ、はい、お客様用のトイレですか？これはお客様用のトイレで、反対側もお客様用のトイレです。未来空間みたいな。あ、未来空間っす、ここは。すごいですね。すごいです。あ、やばい、
外されてる。これはこれやばいな。大丈夫かな。俺なんかやらかしました。ああ、今月が最後らしいんで。あ、俺やめるんだ。終わった。え、こっち側映さない方がいいよね。結構なんか本当にスラム街みたいな荒れ果ててる北斗の剣みたいな世界なんですけど。みんなダンボール敷いて、でここに不審者が入った時用の模造刀がある。おお、かっけーですね。そう、これ僕日の神神楽練習してるんで。日の神楽、はい。え、鬼滅の刃の知らない？ルロニケンシン世代？どっちも通ってない。漫画通ってない人なんている？大丈夫それ？人格ちゃんと形成されてる？人格形成だよ。これは従業員用トイレです。やっぱ前の箱にも思い入れってありましたよ。思い入れめっちゃありましたね。ホスト始めた場所があそこなんで、あそこで1年以上、そうですね、ホスト人生全部詰まってるんで、結構やっぱり悲しいなとは思いましたね。僕はもうなんか基本的にネガティブな感情しかなかったですね。あ、そうなんですか。で、拡大に関しては僕が副主任の時とかだったら大きくなるから楽しみぐらいで終わったのかもしれないですけど、なんかいろいろね、責任が出てくると不安はやっぱりありますよね。そう、キャストには絶対見せちゃダメなんで見せてないですけど。今後大和さん支配人として、もしかしたら代表としてこのアクアサップを率いていくと思うんですけど、どんな風に引っ張っていってほしい？そうっすね、代表の色にやっぱ見せて染まると思うから、別に僕が託したとしてあいつがもし違ったことやってたとしても、別にそれはそいあいつの選択したことなんで、別に何も言わないですかね。あいつが思う通りにやったらいいと思うっす。うちはよくも悪くも自由な部分が結構あって、まあ、自由だからこそ売り上げが上がってるみたいなところもあるけれども、やっぱり組織として動くにはやっぱりできるだけ同じ方向みんなが向けるように意識づけさせたりとかコントロールしていくのが僕の仕事だと思ってるので、世界一の大箱の一番トップできるって世界でも山田さんだけですね。すっごいって考えたらもっと胃が痛くなってきましたけどね。山田さんって出身は？僕出身は北海道の釧路ってとこです。あ、釧路だ。それこそ、あ、大丈夫ですか、話し続けて掘り下げて大丈夫ですか。次回、吉良大和のホスト人生に迫る。